わー、寝坊しちゃったな。最悪、絶対遅刻じゃん。あれ、高橋じゃね？おお、高橋。おお、田中。え、おはよう。な、高橋も遅刻？いや、俺もさ、もう今日寝坊してさ、遅刻だよ。うわ、よかった。え、俺一人でもう遅刻かと思ったら、よかった、高橋、遅刻？いや、もう一人で教室入んのマジで恥ずいからさ、よかった。いや、よかった。めっちゃよかった。え、一緒に行こうぜ、教室。あ、入ろうぜ。うん、行こうぜ。オッケー、行こう。オッケー、行こうぜ。遅刻仲間がいると安心する。よし、今日は遅刻しないで、ギリギリ間に合うな。あれ、てかなんか、あれ誰もいなくね？あれ、いつもだったらな、同じ電車の人とかいるんだけどな。あれ、なんか全然いなくない？あれ、なんで？え、ちょっと待って、休みとかじゃないよね？え、今日学校あるよね？え、これで学校休みとかだったら、ここまで来た時間もったいねえよ。え、マジでなんでこんな人いないの？本当に不安なんだけど、大丈夫かな？通学路に誰もいないと焦る。いや、マジで台風やべえ、本当に。もう雨すごいじゃん。はい、ということで、時間になったんで、まあ朝のホームルーム始めますけど、大丈夫？みんな台風すごいね。もうすごい雨と風で、もうすごかったね、外ね、本当に。みんな大丈夫？あれ？てかさ、なんか、人少なくない？ほんとだ、全然いなくね、人。ほんとだね、人全然いない。これ多分あれだね、電車遅延してるね、これ。先生は今日さ、セグウェイで乗ってきたからさ、なんとか間に合ったんだけど、電車勢いないな。え、先生これ絶対電車遅延してますって。え、ちょっとマジでもう人いなさすぎるし、これで授業できるの？うん。もう帰っていいっすか？台風の時は電車勢全員遅刻。おはようございます。あれ、坂倉また遅刻？おい、坂倉お前家近いんだからもう遅刻すんなって。坂倉ってだって家からさ学校まで5分でしょ。いや、もうマジでごめんなさい、本当に。アラームかけてたんですけど、ちょっと寝坊しちゃいましたね。こっち1時間前から起きてんのにさ、もうめっちゃ羨ましいわ。はい、今学期8回目だよいや、ごめんすいませんもうその距離遅刻する？家近いのに遅刻する人がいる。はい、ということでチャイム鳴ったからみんな席ついてください。朝のホームルーム始めますよ。いやー、なんとか間に合った。あれ、高橋来てねえな。あいつ遅刻か？さあ、鳴り終わるぞ。誰か来るか？さあ、果たして間に合うのか。オッケーオッケーオッケー。セーフ、高橋来たじゃん。セーフ間に合った。おー、来た。あー、まあ鳴り終わってないからね。うん、セーフ。よっしゃ、危ねえよし、セーフ。おい、よかったな、めっちゃギリギリじゃん。